はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の一日一冊は最高の体調です。いやー、これはねすごいです。健康系の本の中ではもう飛び抜けていいですね。メンタリストの DAIGO さんがすごくお勧めしていたので、まあ、いつか読まなきゃというふうに思っていたんですが、読んでみるともう想像以上にすごくてですね、もっと早く読んでおけばよかったと、まあ、ちょっと後悔気味ですね。この本は心と体を健康に保つにはどのようにすればよいのかを説明してくれる本なのですが、いいところがですね、3つあります。まず1つ目、まあ、論文からの引用が豊富でエビデンスがしっかりしていることですね。まあ、私はこの方法で痩せましたみたいな個人の主観ではなくて、まあ、客観的なデータに基づいているところがいいですね。で、2つ目はですね、分かりやすいことです。論文をベースにした本って、まあ、結構分かりにくいのが多いんですが、この本は一般の人でも読みやすいようにかなり分かりやすく、書いてくれています。そして3つ目ですね、これが本当にすごいなと思うんですが、メッセージがシンプルなことです。これさえ気をつけていればいいという明確なメッセージが提示されています。まあ、論文ベースの本だとこういう意見もあるけど反対意見もあります。まあ、結局はよく分かりません、あれもこれもやった方がいいですみたいな感じで結論がなあなあになりがちなんですが、この本はシンプルに一つこれっていうメッセージがあるんですね。で、そのメッセージというのが、人間が野生で狩りをしていた時の生活にできるだけ近づけようです。まあ、初期人類が生まれてから約600万年、まあ、ホモサピエンスとしては約25万年、まあ、我々はですね、まあ、基本狩りで生活をし続けていました。まあ、農耕するようになったのはせいぜい 1,2 万年前くらいからです。まあ、我々の体と DNA は、まあ、狩猟生活に最適化するようにできています。まあ、よって最高の体調を得るためには、狩猟生活の時と比べて多すぎるものを減らし足りないものを増やす、まあ、これだけ意識すればいいわけですね。まあ、例えばカロリーは取りすぎなんで、まあ、それは減らせばいい。これは分かりやすいですね。まあ、ジャンクフードを減らして野菜や果物を増やす。これも分かりやすい。まあ、睡眠も、まあ、日が昇ったら起き、日が落ちたら寝る生活に近づければいい。まあ、これもかなり分かりやすいかなというふうに思います。面白いのはストレスですね。まあ、現代人はなぜこんなにもストレスや不安に苛まれているんでしょうか。まあ、それはですね、価値観がですね、多様化したせいです。まあ、狩りをしていた時の人類の生きる目的は、まあ、非常にシンプルでした。それはもう生きる、子を産む、子を育てる、以上です。まあ、仮に問題が生じても、まあ、例えばライオンに襲われたとしても、まあ、逃げるか戦うかの2択しかなかったため、まあ、うだうだ思い悩む必要がなかったわけですね。まあ、悩む前に死んでたっていうのもありますけども、まあ、ところがですね、農耕を始めてからというものを、まあ、文明が発達にするにつれ、まあ、生きる目的がどんどん多様化していきました。まあ、それでもちょっと前までは、まあ、宗教という分かりやすい答えがあったり、まあ、お上の言うことをとりあえず守っておけばいいみたいなシンプルな決まりがありましたが、まあ、それも最近はなくなってしまった。アイデンティティクライシスといって、まあ、自分の生きる目標が分からず、まあ、漠然とした未来に延々と、まあ、不安やストレスを感じる状態になってしまったわけですね。じゃあそれを狩りをしていた時に戻すにはどうすればいいのか。まあ、それはですね、価値観をシンプルにすればいいんですね。まあ、自分でこれだと思う価値観を見つけてみるのもいいですし、いや自分じゃ探せないよっていう方は、とりあえず周りを見て、周りが信じている価値観にとりあえず自分も乗ってみるのもいいと思います。いやいや、もういっそのことを狩りをしていた時と同様に生きているだけで OK って思うのもありかと思います。まあ、こんな感じでですね、あらゆる心と体の問題を人間が狩りをしていた時の生活に近づけることによって解決してくれ、まあ、しかも、まあ、適当に言っているのではなくちゃんとエビデンスもあるという素晴らしい本ですので、まあ、ぜひ健康に自信がある人もそうでない人も読んでみていただければと思います。ということで、今日の1日1冊は最高の体調でした。気に入ってくれた方はチャンネル登録お願いします。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。